こんにちは、なにわ金太郎です。いつもありがとうございます。昭和の時代は歌謡曲の黄金時代でした。演歌はたくさんのドラマを生み出しました。昭和歌謡のレジェンドといえば森進一さん。18歳の新人だった森進一さんのデビュー曲女のため息。歌謡曲といえば綺麗な声、美しい声が当たり前だった頃、風邪をひいたかのようなかすれ声に世間は驚きました。また歌えば独特のしゃくるような歌い方だった歌謡曲の型破りでした。女のため息を作曲したのがあの有名な猪俣公章さん。森進一さんが初めて歌謡界に入る前は非常に苦労した生活を送っていた。彼は1947年に山梨県甲府市で生まれ、幼少期に両親が離婚し、母親と妹たちと共に鹿児島に移り住みます。家計を支えるために新聞配達などの仕事をしながら母親を助けていた。中学校を卒業後、集団就職で大阪に移り住み、寿司店などで働きましたが、より良い賃金を求めて職を転々としました。少し余談になりますが、その中で私が知る話題がありました。大阪、堂島にあった有名な蕎麦屋さんがあり、その蕎麦屋さんは出前専門のお店で、森さんはそこで出前持ちのアルバイトをされていたそうです。当時の森進一さんは出前で御堂筋を渡るのが怖かったそうです。当時の同じ店で働いていた人からの情報です。昭和時代の蕎麦屋さんの出前持ちはまさに職人技が光るものでした。特に印象的なのはザ・タワーと呼ばれる高く積み上げたせいろや丼を肩に担ぎ自転車で片手運転する姿です。やるじゃないか。写真のような出前の姿はご覧になった人も多いでしょう。この技術はバランス感覚と熟練の技が必要で、まるで曲芸師のようでした。昭和30年代にはバイクが登場し、片手でおかもちを持ちながら運転するスタイルも見られるようになりました。特にホンダのスーパーカブは自動遠心クラッチを採用しており、片手でおかもちを持ちながら運転できるように設計されていました。また、当時の蕎麦屋さんは出前の量も多く、時には100人分の出前を一度に運ぶこともあったそうです。負けられないわ。このような出前持ちの風景は今では見られなくなりましたが、昭和の懐かしい風景として多くの人々の記憶に残っています。さて、そんな森進一さんはその後フジテレビの素人参加歌番組リズム歌合戦に出場し、優勝したことがきっかけで歌手としての道が開かれました。彼のデビュー曲女のため息は1966年にリリースされ大ヒットを記録しました。この成功により森進一さんは一躍有名になり、演歌歌手としてのキャリアをスタートさせました。森進一さんと猪俣公章さんの出会いは1966年に遡ります。当時森進一さんは18歳で歌手としてのデビューを目指していました。猪俣公章さんは作曲家として活動しており、森進一さんの才能を見出した第一人者だった。森進一さんのデビューのきっかけとなったのは猪俣公章さんが作曲した女のため息という曲です。この曲は1966年にリリースされ大ヒットを記録しました。この成功により森進一さんは一躍有名になり、演歌歌手としてのキャリアをスタート。猪俣公章さんはその後も森進一さんに多くのヒット曲を提供し、二人のコンビは昭和歌謡界で大きな影響を与えました。しかし音楽関係者は冷ややかだったそうです。森進一さんにはゲテモノ、一発屋などとやじられた。まだまだ未熟ということか。その曲を作曲した猪俣公章さんも注目されなかったといいます。森進一さんと猪俣公章さんのコンビは昭和歌謡界で非常に重要な存在でした。猪俣公章さんは作曲家として森進一さんのために数多くのヒット曲を提供しました。その中でも特に有名な曲には女のため息、港町ブルース、襟裳岬などがあります。このコンビの成功の要因は猪俣公章さんの作曲センスと森進一さんの独特な歌声の相性が非常に良かったことにあります。猪俣公章さんは森進一さんの声質や歌唱スタイルを最大限に引き出す楽曲を作り上げ、森進一さんはその楽曲を見事に歌い上げました。また2人の関係は単なる仕事上のパートナーシップにとどまらず、深い信頼関係に基づいていました。猪俣公章さんは
森進一さんの才能を信じ、彼の成長を支え続けました。その結果、森進一さんは日本の演歌界を代表する歌手の一人となり、長年にわたって多くのファンに愛され続けています。このコンビの影響は、現在の演歌界にも色濃く残っており、多くの後進の歌手たちにとっても大きなインスピレーションとなっています。青江美奈さんと森進一さんは、どちらも1966年にデビューしました。青江美奈さんは恍惚のブルースで、森進一さんは女のため息でデビューしています。世間の評価についてですが、二人とも非常に高い評価を受けています。青江美奈さんと森進一さんの同時デビューには私、金太郎も驚きました。青江美奈さんは、独特のハスキーボイスとブルース演歌スタイルで多くのファンを魅了しました。特に伊勢崎中ブルースや、長崎ブルースなどのヒット曲で知られ、1960年代後半から1970年代にかけて大きな人気を博しました。森進一さんもまた、ハスキーボイスが特徴で、デビュー曲女のため息から始まり、花と蝶や港町ブルースなどのヒット曲を次々とリリースしました。彼の歌唱力と感情豊かな表現力は、多くの人々に愛されています。森進一さんは、1966年に女のため息でデビューしました。彼の独特のハスキーボイスと感情豊かな歌唱スタイルは、多くの人々の心を捉えました。デビュー後も花と蝶などのヒット曲を次々とリリースし、演歌界で確固たる地位を築きました。青江美奈さんは、1966年に恍惚のブルースでデビューした。彼女もまた、ハスキーボイスが特徴で、独特のブルース演歌スタイルで人気を博し、特に伊勢崎中ブルースや、長崎ブルースなどのヒット曲で知られてた。お二人とも1960年代後半から1970年代にかけて日本の音楽シーンで大きな影響を与えました。また青江美奈さんと森進一さんは共演したことがあります。例えば1967年にリリースされたシングル女の鳩場眠られぬ夜のブルースでは二人がそれぞれの曲を収録しています。またビクターミュージックブックの企画でも共演されています。お二人の共演は当時のファンにとって非常に魅力的なものだったようです。森進一さんは現在も活発に活動されています。テレビ出演にどんどん出演されています。森進一さんは歌謡系のテレビ番組に出演していて、例えば昭和歌謡ベスト 10DX や歌コン歌謡パレードなどに出演されています。またファンクラブを運営されていた会員向けのイベントや交流の場を提供しています。森進一さんは音楽活動を続けながらもファンとの交流を大切にしているようです。最後までご付き合いいただきありがとうございました。また皆様からの思い出やご意見などをお聞かせいただければ嬉しいです。本日はありがとうございました。